次もまた肘を攻めていきます。片手で降りてください、はい、はい、今ね肘を曲げました。取られたところを外から切ります。外から切って攻撃線を外して相手の肘をパッと地面につけていきます。三角形に、ね、つけましたね。取られたところを彼がこの手のところでね、後で見せますけども、手のところで手枕、あの腕枕というかな、自分で腕枕するように倒しています。肩とね、頭がこうつけている状態で、これをここへくっつけて、手が折れたところでこう体にピタッとこうつけます。そうすると体が詰まりますので、これも三角点に導いて崩しています。曲げた肘を柔らかく自分の体の中心でスーッと三角点に導いていくことです。肘をつけることで相手は動けなくなる。肘を曲げることで相手の体は腰が崩れていきます。曲げたことで腰とつなげてます。肘を曲げたんで今腰がこれにこう追随してくるんです。僕の手を掴んでくれてます。しっかりと離せるやろうと思うんですが離せない。これをそーっとここへ外していくと、足でもパッと押さえてやると相手は頭をここへくっつけてきます。肩と頭をくっつけてきます。反撃をしてきたらそれをパッと取ればいい。パッと取ってでこう止めてこうね。でこれを少しこっち柔らかく押し付けてあげれば、またなんていうかな、この曲がった肘で自縄自縛になって動けなくなります。柳川さんの体をスッとこう切ってる。うわ本当だ、ね、背中にスッスッと、そうそう、これが縦に使うやり方。そうそうそう、これは下からこう、はい、うん、さっき一番最初にやったこれ取られた時にこうパッと合わせるのをやりました。この肘と自分の肘と相手の肘を合わせました。自分の肘を使うことで相手の肘が動いていくっていうのをやりましたよね。今回も同じです。何も変わっていくことはない。取られたら自分の肘を動かします。いいですか。ここでほら、私の肘と彼の肘が一直線になってます。これがしんどいんです。これがしんどい、今日は肘を攻めるということをやってますけれども、相手の肘だけが問題なんではなくて、実は自分の肘をどう使うか、自分の肘を自分の体の中心で使って、体と全体と連動して肘を使っていくということも一つ、もう一つの大きなトピックです。そうですそうです、はい、柔らかくでこれを少しこっちスッスッスッと、いやいや反対です、体に、そう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 、はい、切ってなかった、これがなんかこんな感じだった。あ、これで持っていたからも手の力やった。これをもっともっとここポッとここ入る、あ、もっと入るというか、肘と肘が合うところまでパッと自分の体持っていけば、あ、本当だ、うん、今の楽や、はい、そろそろこの辺ちゃうかな、ここやと思う。うん、ここですね。多分ここポンポンポン。はいはい。何ぐらいがちょうどよくて、これ。これが一番しんどいです。はい。